はい、えー、今日の、えー、朝ね、ね、えー、緊急放送した、えー、YouTube の続きですね、括、え、弧、ー、連絡がありました、連絡が取れました、えー、まずこれ1個目ですね、えー、と私の方のメッセージで、えー、と今、テンポラリーでテンポ、今、教育長のレターが止まってるというのがね、また再開されるのは本当って聞いたら、イエスというはっきりない答えありますね。 で、もろもろ説明やって、Please be informed that the Ministry of Education has been cancelled suspension of students. なので、and teachers、先生もそうなんですね、えーっと、この中国、香港、コリア、イタリア、ジャパン、イラン、ここからのね、えーっと、ストップされている教育長のレターがね、再開されたというね、まずは1個目、こういう連絡がありました。 でその人の続きのやり取りで、えっ、ー、とではまず B14 でコワールンティンえっと14日以上ねあの21日3週間の方がいいけどもえっ、ー、と学校来る前にまあセルフ隔離というかおとなしくね。 部屋の中というか、にいてからで、何もなかったら学校に来てくださいと。その下ですね、ウェンダースティルンカムトレーダースクーディマハブメディカルノート、この情報が一つ入ってきてるんですね。えっと、まあ、新しい生徒もそうなんですけども、新しい生徒はかな、まずは絶対そちらはですね、えっと、ホスピタル、病院で行って、ちゃんとコロナにかかってないよっていうのをね、証明するレターをね、マレーシアの病院に行ってもらってきてくださいというのがね、一つ加わったみたいです。これにつついてはね実際のレター後で一 サンプルというか実際に書いてるレタータもらったんで、えー、ご案内しますので最後まで見てください。でこれは別の学校ですね。モーニングとアプリズインフォームドテンポラリーサスペンション一時的に止められてたのが再開コロナの19でね止められてたのがキャンセルになったよと。We can continue to recruit students for upcoming terms。えっ、ー、とまだね生徒、えー、リクルートしても大丈夫なんだよという状況ですね。 で、まあ一応念のために聞いてますね。MOE レたサスペンション、ハズキャンセルド、ライはい。MOE、えー、サスペンション止まったんだよね。イエスと。はい。で、まあこの人は、a n ポテンシャル t i a l for Coming a、えー、ターム、キャン Do ダ h エモイ e アプリケーション。えー、これからね、春、四、えー、月から来る生徒にもね、教育長のレターが、えー、通るんだよというようなね、念をして、また教えてくれてます。で、また別別の学校にも、えっ、ー、と情報は正しいのと確認したら、あはい、ミスタキヨ君にイエスと。 Uh, I got the update yesterday. 昨日ねちょうどアップデートがあったと。But need to show medical letter やっぱここでもありますね。Medical letter a n &Declaration t h d e Letter from parents えっと親御さんから宣言うちの子は大丈夫なんですよという宣言この人はねちょっとまああのいくつかあるみたいですけどまあレターをね書いてくださいと,とにかく Medical letter ドクターからね、えー、とコロナ19に対して えー、大丈夫なんですよと証明をもらってくださいというやつですね。この後あのレター実際サンプル他の学校からもらったやつがあるので、えー、これご案内します。で、まあ、またまた別の学校にも問い合わせを入れてましてその返事がありまして「イ、え、エー、yep、あイエス」ってことですよね。「ダツラ正しいよ」と「パペアレンズツーレンズケンアプライビザパーアズパ e ユージュアルいつも通りビザを申請できるんだよと、えー、このビザをっていう表現したのはですね m o イ、e、レターが出たら m o イ、e、レターって教育庁のレターって要するにビザを取るためのね え必要なレターななんですよねでなので、えー、MOE レターが出るからというのをね案にえ示して、えー、ビザをねこれからもね、あのー、申請できるよという話ですねで私がこの MOE レターとビザは別問題だよねと一応確認したらね、はい、MOE レター is needed for visa application usually、はい、その通りですさっき言った通りですねビザを通すためには MOE レターがいるんだよとで分かったありがとうと、はい、で、えー、とそのドクターのね あのレターなんかサンプルないっていう風にね、あのー、この人にね聞いてみたらでさっきのページにもあったんですけど、えー、いくつか指定の病院で、あのー、コロナのね、えー ポジティブ、ネガティブ、陰性、陽性、陰性をね、えー、証明するというやつをですね、えー、受ける必要が、確認を受ける必要がありまして、その一つがこのパンタイ・ホスピタルなんですよと、そのパンタイ・ホスピタルで、実はこれ、コリアンさんなんですけど、えー、この学校で、えー、ちゃんとね、あなたはコロナじゃないですよっていうふうなのをね、あの証明してもらうレター、声で出してもらう、サンプルレター、これどうぞって言ってもらったんですね。で、レターの中身ですね、えー、と先生からですね、えー、I have examined the above mentioned parent. 患者ですねで、えー、と彼女は今のところ無症状で、h a r l a s day in Korea、Korea の人なんで、ね、was on 2020 1月4日に、えー、韓国を出たと。でそこから、シーズ e t りた n 彼女はこっちに帰ってきて、シーズンはこっちに帰 e てきて、r ーズンはこっちに帰ってきて、シーズンはどとか,チャイナからのねトラベラーとも接触してませんと、まあ。そこはドクターが書くことかどうかわかんないんですけど、 マレーシアに住むことに問題ない。サンキューということでドクターのサインが入っているとこういうレターですねこういうレターを欲しいと、まあ、これそのまま使っていいと思うんですこれで OK 出てるみたいなんで、はい、サンプルとして使ってください。 で最後にですね、えー、日本人担当者さんのいる、えー、入学担当者さんのいる学校もありましてそちらにも確認しましたでまあ,あのこういう情報入ってますよねというのでどちらからの情報ですかと向こうから聞かれてあそことあそこの学校ですとで彼女もですね、えー、学生ビザのサポートレターですねと今解除されてるみたいですよと今い,いつまたまたいつシャッター閉めるか分かりませんけどねとまあそれは確かにありますねで私がまああのいや、まあ、ビザじゃなくて一応確認ですね MOE の方ですよと、教育庁の、えー、学生登録承認レターですね、それを大丈夫ですよねっていう風にね、まあ念押し、ここもね、はい、で確認したら、はい、それは解除になっているようですと、あの女からも返事がありました、担当者から返事がありました、えー。ということで、えー、中野プロパティはですね、えー、ご覧の通り、えー、まあ、できるだけね、えーと、皆さんに分かりやすく、動画って伝わりやすいですよね、うん、こういうのを持ってね、えー、この今回の、えー、騒ぎの件もですね、 え皆さんにご報告していこうと思ってます。えー、なので、えー、チャンネル登録しておいていただいたら、あなたにもね自動的に通知が行くようになると思いますので、ぜひよろしくお願いします、えー。この時いうことでもないですけど、できたらいいねもよろしくお願いします。それでは。